今のところさ、謎解きがね、ちょっと難しいなーぐらいなんだけど、本当にこれ怖いのかね？皆さんこんばんは。今回もね、ポッピープレイタイムっていうね、ゲームを遊んでいきたいと思います。さあ、ということで、前回は、ここか。この扉が開いたので、この先をね、進んでいきたいと思います。5番。これは、開かないのか。これ、先何にもなくね？でもこれ開いたよな。ん？この暗闇の先って行けんのこれ。何にもないように見えるけど、おおおお、でっかで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 か、めちゃめちゃでかいじゃん。おお、来てるね。やばいやばい、急げ急げ。暗すぎー、暗すぎ暗すぎ。ついに襲ってきてんのかなこれ。おお、いや、すぐ、おっと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 、こっちか。危ね危ね、走って走って、危ね危ね。 こっちか、道合ってんのかこれ。脇道はちょっと見ていこうか。脇道、ちょっと待って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 。降りて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 。行き止まり、こっちか。脇はない。脇はない、脇はない。進んで進んで。脇道、上あったけど。ん？これまっすぐでいいのか？あ、こっちか。こっちか。どっちだ？わかんない、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 わかんない。右？どっちだ？どっちだ？どっちだ？おお、え？こっちか。おお、え？ええどうええあ、こっちおおえどっちに行ったらいいんだ。まっすぐでいいのか、どっちに行ったらいいの。ちょっと待って、来てる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 。これ、ちょっと待って、足遅いけど、間に合う、間に合った。おい、行き止ま、えこあ、これかこれを。おう。おう、おいかわいそう。一発で行けちゃった。あれってあれじゃん。赤い花のやつって。あれだね。なんか、ムービーみたいなので見たな。一回で行けちゃったな。ちょっと、襲われてみたかったな。ちょっと襲われてみたかったけど。いや、ちょっと周りを見ながら、ね、動いてたから、わかんないけど。いやー、ちょっと追われてるとき怖かったね、ちょっとね。え、どっちどっちみたいな感じだったからね。うん。ちょっと襲われなかったの心残りだな。襲われた方がね、やっぱり、サムネイル映えするからな。ビデオがさっきからねえんだよ。あったあったあった。あったわ。これか。はいはいはい。カセットオン。またこれチュートリアルでしょ？なんかダクトみてえな音するな、さっきの。さっきのところか？これ何が映ってんの？手かな？下の短いのが、親指だとするならば、左手かな？左手っぽいよね。いや、マジで何言ってんのかわかんねえな。ヒントっぽくもなさそう。ちょっと申し訳ないんだけど、ちょっと英語わかんないんで、先進んじゃうよ。申し訳ないけど。何も映ってないし、でしょ？あ、消した。ああ、さっきのおもちゃだね。開けるよ。何このさ、PT みてえな、ウィザージみてえな、この、床。何これ。ウィザージの地下みてえな感じじゃん。来てないな。ん？オルゴール？オルゴールが聞こえる。何これ、隠れポイントっていうわけでもなさそうだな。赤い部屋だね。何このウィザージ感。
おお、あの女の子じゃん。これ開けられんのかな。はい。おお、目が。ケース終わったね。終わっちゃいましたね。チャプター1。そう、これね、チャプター1と2があるんですよね。なので、まあ、2も、どうしようかな。気が向いたらやろうかな。まあ、やってほしいっていう声があれば、早めに投稿しようかなと思います。うん。思ったよりは、怖くなかったかな。うん。襲われたら多分怖いのかもしんないけど、まあ多分ね、人形みたいな感じだから、襲ってきたやつとかも。だから多分ね、ファイブナイトみたいな感じなんだと思うんだよな。予想としてね。だってファイブナイトも、あれ人形だからさ、なんかそういう系の、割ってくる驚かしなんじゃないのかなと、思うわ。やっぱりその、雰囲気での驚かしももちろんあったけど、あんまりそんな怖いっていう部分がなかったので、はい、ということでタイトル画面に戻ってきましたね。いやーね、さっきエンディングロールの時にもね、ちょろっと喋っちゃいましたけど、まあそんなに、うん、なんて言うんだろうね、雰囲気系のホラーもまあ少なからずはあったけど、そんなになんかウィサージとかインフレクションみたいなそんな怖さはなかったので、みんなが怖いって言ってんのは間違いなく襲われた時のびっくり系の怖さなんじゃないのかなと思いますので、まあ本当にファイブナイト系が苦手な人は苦手なゲームじゃないかなと、思いますので、はい、ちょっと俺も後でね、他の方の実況とか配信とか見ていないので、ちょっと見てみてどんな感じの驚かしなのかっていうのをね、もうクリアしたので、後ほど見てみたいと思います。ということで一旦ねここで区切りたいと思います。また気が向いたらというか、そしたら、ね、チャプター2も遊びたいと思いますので、楽しみにしておいてください。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価、通知の Twitter、インスタなどなどよろしくお願いいたします。それではまた、別の実況でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。バイバーイ。